この番組は隔週水曜日8時半からトータルブランディングデザイナーの多田健二とおじねこさんの生みの親のてるゆき、グラフィックからウェブまでこなすマルチデザイナーのゆりの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどをただただ雑談するトーク番組です。最近ソーラー充電にハマっている多田健二です。最近、おはようございます、チェリーユキです。最近は爪先立ちで歩いてるチェリーユキです。おはようございます。どうかしましたかチェリーユキさん。今ロボットいましたよ。多田さんじゃなかったです。あれじゃなかったあれは違った。今の僕ですよ。ちょっとこう寝起きやから声がね、すごい棒読みでしたもん。そう、もう一回いきますよ。もう一回言うていいですか？もう一回お願いします。最近ソーラー充電にハマっている多田健二です。すっごい棒読みですよ最近最近私もその真似しそうになりましたもん。そうしなあかんのかなっていうこれね、面白い。面白いです。AI に読ますナレーションっていうのが、ね、最近あるんですよ。そういうアプリですか？アプリがあるんですよこれ。もうあのテキストを打ちさえすればナレーション読んでくれるっていうのがあってね。すごい、そんなものまで。これすごいでしょ。これはちなみに、ね、まあ、これね、あの今男の声なんですけど、はい、まあ、僕やから男の声、はい、あ、そうですね、はい、女の人の声とか、女の人の声でもめちゃくちゃいろんなパターンがあるんですよ。パターンがいろいろあるんです。声の高さとか、そう、声の高さも変えるし、まずさ、女の人のキャラクターみたいなのがあって、まあ言ったら、あれみたいなもんですよね、ボーカロイドの初音ミクみたいな、うん、ああいう、ああいうの、本当の人じゃないけど初音ミクっていうキャラクターが歌ってるみたいな感じじゃないですか。いや、あ、そうですね、なるほど。いろんな人のパターンがあるんですけどね。ちなみにあの今チェリーさんが毎朝野菜読んでもらってる、あ、はい、ね、それも読んでくれるんですか？読んでくれる。何ガサガサしてますかチェリーさん？あ、聞こえました、すいません大丈夫です。カバンの中探りました今ナレーションね、聞いてもらいましょうか。はい、この番組は隔週水曜日8時半からトータルブランディングデザイナーの多田健二とおじねこさんの生みの親のチェリーユキ、グラフィックからウェブまでこなすマルチデザイナーのゆりの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどをただただ雑談をするトーク番組です。どうですかこれ？いや、すごい。聞こえました今の？むちゃむちゃ聞こえました。すごいですね。テキスト入れてるだけなんです。スムーズに読んではりましたよ。スムーズに読んでるでしょこれ違うパターンもう一個いきましょうか。はい、違う、どう違うか、声色の違うパターンね。はい、この番組は隔週水曜日8時半からトータルブランディングデザイナーの多田健二とおじねこさんの生みの親のチェリーユキ、グラフィックからウェブまでこなすマルチデザイナーのゆりの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどをただただ雑談をするトーク番組です。これね、ちょっと若い子、若い女の子のテイストだと、こういう感じ。でもなんか本当に呼んでもらってるみたいですね。なんかこれ普通にね、まあ、さっきのあの最近はのやつはちょっとこう読みチックでしたけど、ね、これ全然普通に人が読んでるみたいな感じでしょ。ね、女性の方がなんかいい感じです。そうでしょ。だからこの、まあ、あのテキストに入れるので、たまにちょっと発音がちょっとおかしなったりとか、生まったりするんですけ ど、 あとそれは調整できるんですよ。なんか上げたり下げたりっていう、ね、感じ でこうイントネーションがおかしかったらそこだけちょっと直すみたいな感じでできるんです。なるほど、それ直すっていうのはいいですね。直せるっていう、直せる、やっぱりね、機械がやってるから。一応ね、でも普通に入れると、まあ、AI がやってるからそこそこあのおかしくなくは、もう全然普通に聞けるんですけど、たまに一文ちょっとおかしかったらそこだけ上げ下げしてイントネーション直すっていうね、はい、今度はあの、ね、男性パターンちょっと聞いてもらえますか？男性パターンね、はい、男性パターンでやるとこういう感じっていうね、はい、はい、
この番組は隔週水曜日8時半からトータルブランディングデザイナーの多田健二とおじねこさんの生みの親のチェリユキ、グラフィックからウェブまでこなすマルチデザイナーのユリの3人のデザイナーが、時にはデザインの仕事や考え方、時にはゆるく気になることなどをただただ雑談をするトーク番組です。ね、面白い。ちょっと細川俊幸ですみたいなね、こういう夜の番組のこの内容。そうですね、この番組は渋かったですよ。渋いでしょ。こういう感じ、こう器だけでこれができるっていう、もうまたね、これ遊べますね。ナレーターの方また職失うなっていう。ねえ、本当ですね。これすごいでしょ。すごいですね。なんかチェリーキさんのね、はい、あのナレーションも危ういですよ、この。はい。AI ナレーションにあのね、受け取られる感じ。いやもうでもね、上手には読めますけどね、こう下手に読もうと思ったらできない。そう、下手には読めないと、もう絶対噛まないから ね、 ね、 AI ナレーションはね、絶対噛まないから。そこですよ、やっぱりこうたまに噛んでほしいな言うときは噛んでくれへんわけやからね、チェレキさんみたいね。あ、そうですよ、えっていう ね、 言うてくれへんわけですから。そうですよ、そこですわ。まだまだですよ。まだまだで、やっぱりこう AI はね、つけてくれへんからね、 AI はね。これやっぱりチェリーキさんじゃないとダメやなっていうことになります、結局ね。結局人やなっていうなるんですね。ね、そうですよね、うん、よかったです。まだ生きてます。もうそこはね、取って代わることはもうできない。いや、でも確立されております、チェリーキさんの座はね。ありがとうございます。これ喜んでいいんでしょうか、これは。これはもう喜ぶ。あ、喜んでいいですか。よかった。唯一無二っていうことなんですね。唯一無二で、よかったです。このまま貫ね。はい。この前。はい。なるみ岡村のすぎる TV は見ていただきましたでしょうか。見てないです。あ、見てないんです。まだ見てないです。ね、見ますよ。TVerとかでも見れるんでね。はい。もう楽しみにしてます。でもあの、まあ、フェイスブックで片田さん言ってたのがすごいおかしかったんですもん、あれ見て。あれやっぱりそれはね、あのあそこに座ってるんで、ね、カメラ回ってくるとやっぱりそれは映りますよね、それね。いや、もう絶対映りますよ、うん、カメラ目線してほしかったですけど。いや、もうどこ、あれずっと撮ってるから、何カメかでずっと撮ってるから、今どこ撮られてるとかは分かんないんですけれども、まあ言うてもね、やっぱりそれは入ってる、 あそこに行ってますから、 すぐ後ろに行ってますからね。ね、あ、これ映るだろうみたいな感じで、なんだっけ、結構案外ちゃんと映ってたなっていうね。ねえ、すごいですね。え、なんかスタッフの方に喋りかけられました、こうしてくださいとかあるんですか。あ、そんな全然ないですよ。もうあの、もう普通に飲んでいただいて、お客さんとして飲んでいただいてたらもう OK ですみたいな。あ、なるほどなるほど。へえ、じゃあずっと聞き耳立てますね。そうなんですよ。ね、まあ、またあの、ね、どんな風に映ってるかはちゃんとまたね、たださん、はい、この、ね、リアルとね、うん、リアルで横で聞いてるのカット編集されたのと 何か違いました。いや、テレビと、ね、使われてるけど、多分後半、まあ、最初の皇帝っていうあの、はい、笑い芸人2人が入ってきて、はい、で2人の前世を見るんですけど、はい、多分それもね3つぐらい言ってたんちゃうかなと思うんですけど、3世代ずつぐらい見てるはずなんですけど、多分あのその番組では1世代やったかなみたいな。なるほどなるほど。で、岡村さんのも、岡村さんと成美さんのも多分3世代ずつぐらいを見てんちゃうかなと思うけど、うん、まあ、実際そのママさんの、そのね、撮影です、うん、で乗ってあの番組に流れてたのは1世代で、で後々、スタジオに戻ってツッチーやったかな、何やったかな、誰やったかな、あれ、なんとかドリルすな、あれでしたっけ、あれね、わかります、わかります。その人が、実は全然世はこれです、みたいな感じで、そこで、話してるみたいな、だから、まあ、ちょっとキュッとされてるっていう感じはありますけど、まあ、でも、ほとんどそんな感じで、流れてはいました。まあ、すっごい短いんですけどね。いや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 、すごいですね。他のコーナーもあるから、ほんまにあの最後の何分ぐらいやろね、 あれ5分ぐらいかな、それぐらいしかないっていうね。あ、そうなんですね、うん、そう、貴重なね、うん、そう思ったらあの撮影ってどのぐらいされてたんですか。
撮影はどれぐらいしてたかな、うん、あの流れ的に言う と,、カップルがおるんですね。その前にね、はい、皇帝さんの前にカップルがいてて、うんうん、でそのカップルさんをまずそのママさんが鑑定するんです。前世占いするんですね。でそれを見てる皇帝さんがあれ何してんねやろっていう感じで、でこう不思議にしてたら、あ前世見ましょうかって言ってママさんが声かけるっていう感じでやるんですけど、その最初のカップルさんのやつはもうほんまにあの前世見ましょうかって、はいこんな感じで、でもそこはもう全部カットされてるみたいな感じだったから。そのカップルさんも用意されてきたんですか？芸人さんとかじゃなくて普通の人です。普通の人やけど、なるほど、うん、見てもらえるのラッキーです。見てもらうっていう感じのね。すごいですね。なんかどんどん毎年なんかありますね、ママさんとかね。最近ねやっぱりあの番組付いてるからね、イグジットの番組来てすぐこれですからね。だからすごいですね。そういうのがリモートで、ママさんもリモートでね撮影、うん、撮影っていうか出演するみたいなも増えてくるかもしれへんなってね、これから。めっちゃいいじゃないですか。ママさん慣れてますよ。もうママさんも慣れてます。やっぱりちょっと始まる前まではね、うん、はい、緊張してますけど、やっぱ始まったらもうママさん普通のママさんやから、もうあそこはやっぱりさすがですねっていうね、ちょっと慣れてきます、ね、っていう感じですよね。慣れてきました、ママさんもね。ねえ、うん、全然普通です。私も今さっき実はあの8時から、うん、あの1年前のっていう2年前かなのママさんとこで撮影したやつが出てきて、ちょっとそれを見ながら化粧してたんですよ。あ、スイーツをクッキングしてるやつ、なんかいや話お話スイーツのシュークリームの多分後の後にそのやつね。そうなんですよ、はいはいはい、うん、懐かしいね。1年前ちゃんちゃん2年前じゃん。あ、違う、2年前ですかね。2000年って書いてます。あ、じゃあ2020年2000年前やったらね、22年前です。だいぶ昔になります。だいぶもうママさんも全然患者とかしてへん時ちゃうんですよ。2020年かね。2020ちょうどママさんが、YouTube 始めた時ですよね、それね。あ、そうですね、始めた時で、でちょうどそのコロナになって、そうそうそうです、そうです、ね、もう それこそあの時自粛とかなんて緊急事態宣言の一緒、ね、最初の方なんで、もうお客さんも減ったしみたいなところで、ママさん本日ちょっと YouTube 始めませんかっつって、あ、その時ですね。その時に始めた時にね、お店も暇やし、じゃあもうなんならテレビさんもね、あ、そういうのスイーツ教えてほしいです。そうですね、立て続けに何回か撮ったやつね。あ、まさに今聞いても勉強になりました。ね、そしてそうでしょ、あれもう2000回とかそれぐらい多分再生されてる。すごい、すごいですね。え、いや、今度またね、ほら、まあね、なんか前は、なんシフォンケーキでした。最近っていうかその2年前と。そうですね、最近一番新しいので、マドレーヌ。マドレーヌ。あ、マドレーヌ。で、シフォンケーキやりましょう、言う感じでしたっけね。そうですね、シフォンケーキ前はやりましょう、言ってました。ね、だから今度またシフォンケーキ取りに行きましょう。いやー、シフォンケーキも作りたいです。ね、シフォンケーキ難しいんでしょ、結構ね。いやー、絶対あのふわふわ感は絶対難しいですよ。ふわふわ感難しいでしょ、やっぱりね。ね、いや、うちのね、娘もね、結構ね、はい、そういうスイーツとかケーキ作る好きありますもんね。結構クッキーとか、うん、全然こんな売り物やんぐらいの感じで、僕もあんまり詳しくないから、見栄えはもう全然いや、そんな普通の売り物と変われへんやんぐらい上手にできてる。すごい、うん、ただシフォンケーキは難しいらしくて、なんか何度かチャレンジしたことあるんですけど、膨らみ加減とかも難しくて、なるほど、なんかもう作ってないっていうね、だからそれぐらい難しいやんね。そんな定期的にお菓子作りはるんですか、娘さん。うん、なんか定期、うん、たまに作ってます。なんかごちゃごちゃやってない。素敵。定期作ったり、クッキー作ったりとか。あら、好きなんでしょうね、多分ね、そういうのね。お誕生日とかにね、父の日とかって。あ、そうそう、ね、そういうのもね、ついでですよ、もちろん僕のためにではないけど、ついでお友達にあげるとか、なんかそれのついでに作ったんで。いや、それでもついでてってな言っても恥ずかしいからですよ、ついでっていうのはね。喜んでもらったら嬉しいです。い
ついでやと思いますなんか寂しそうな声でしたよもうそういうもんやなっていうね、お父さんはもうそういうもんやなっていう感じですねもうそろそろママさんとこ行かなと思いながら行きたいと思ってね。チェリキさんどれぐらい行ってないですか、ママさん。いや、あれからですよ、あれから。いやいや、あれからっていつからでしたっけ。お友達と行ってるかな、うん、お友達と。ねえ、お友達今年、いやもう今年行ってるか行ってないかぐらいの。あ、クリスマスケーキですから、もう今年まだ。そうですよ、行ってない。そうなんです、ちょうどね、お友達も行きたいって言ってるお友達がいてるんで一緒に行こうかなって。あ、ぜひぜひね、そういうお友達連れて行くの楽しいですよね、なんか ね初めて行く人ってやっぱりそのリアクションが面白いじゃないですか、なんか。あ、そうですね。でもその時私もいっぱいお叱りっていうか、いっぱいアドバイスもらって、前も泣いて帰ってきました友達と行って、友達の、お友達と行った時も、叱られた、怒られたそうなんです。いやもうね、そこにヒントがいっぱい隠されててね、そうなんですよ、そこで泣いて学んで帰りました。あ、そうなんだ。あれやね、最近怒られついてるよね。そうなんですそういう時期なんかもしれない、ね、あ、やっとね、多分いろんなことが解放されたんだと思います。今まで多分怒りどころ満載だったと思うんですけど、私が、うんうん、私がきっとまだこう、まだ言わないといてほしいみたいなあったんだと思います。あ、チェリキさんの方がまだ怒られる準備がなってない。あ、そうです、できてないと。できてなかったんです。でもやっと扉が開いたので、ママさんも、そっか、もう怒られても大丈夫ですよ札が上がったっていう感じで。そうですよ、もう多分言いたいこといっぱいあると思いますいや、まあね、ママさんがそうやって怒ってもらえる、いや、ありがたいです、まあ、この親しい中で怒ってもらえるのはもうほんまにね、愛情というかね。うん、そうなんですよ、もうなんやろなんやろっていうので言ってますからね、私あ、いいっすね。あ、でもチェリキさんもママさんからそうやってこうね、はい、激励というかね、もう本当に怒られると嬉しいんですか、やっぱり。嬉しいですよ、痛いんですけど、すごい痛いんですけど、わ、これ成長の時やなと。まだ自分では気づいてなんか、痛いとこ疲れるから痛いんですよ。はい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 、確かにね、分かってるけどそれをどうにもできない。でもやっぱりそういうのって誰が言うかっていうことじゃないですか、結局ね。そうなんですよ、ね、誰からの言葉やったらグッとこう聞き入れることができるかっていうね、誰に言われてもいいっていうわけじゃないから、ね、いや、そうですよ、本当に。うんうんうん、ね、なんかママさんやから、そうなんです、ママさんの言葉やからグッとこう入るっていうのもありますよね、やっぱりね。やっぱりそれありますね、こうなんかこれを違う人にっていうか、あんまり知らない人に言われたら、そうですよね、ってね、思ってしまうかも。信用してないっていうか、まあ、信頼関係できてない人に言われたところで、ね、言われたらね、いや、なんであんたに言われなかったの。あ、そう、絶対なります。なりますから、やっぱりママさんやからっていうね。あ、でもママさん、そのなるみ岡村のすぎる TV にこう出たことによって、多分ね、はい、次の日めっちゃね、もう電話とかめっちゃ鳴りまくってたんやと思う。え、本当ですか。うん、夕方何時頃やったかな、3時頃やったかな、ようやく落ち着きましたってみたいな LINE 来てたね。あ、そうかそうか、次の日やったから、たまたまね、次の日やったんで、いや、すごいことなってんやろうなっていうね。いやー、もうそれちょっと聞きたいですね。ちょっとだからしばらくここ 1、2週間はママさん忙しいかもしれませんね。ね、予約がね、もうお客さんでやっぱりね、まあ、一時期やっぱりどうしてもテレビとか出たら、ね、そうなりますからね。なりますもんね、うん、それ落ち着いてから行きましょうかね、チェリキさんね。あ、本当ですね、シフォンケーキね、うん、シフォンケーキね、シフォンケーキ、6月6月に行きましょうね。6月に行きましょう。いや、6月ぐらいになるとですね、もう、はい、もうあれですね、あれですね、チェリーキさんの新しい自分史もそろそろできてるんで、ちょうどいい感じですね、そしたらね。で、それできたやつを持っていくっていうね。はい、うん、チェリーキさん、ね、この前、うん、はい、打ち合わせしまして、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。猿みたいになってました、はい、この猿、あのね
テリーキさんの、まあ、前もほらコンサルやってる時もそうなんですけど、はい、テリーキさんとやっぱり喋るとだまず大体このなんていうんですか近況報告とかあ、ね、あのもう全く関係ない話でめっちゃ盛り上がるっていうね、めっちゃ盛り上がって本題になかなかいかないっていう、ね、そういえば今日何のって毎回なりますね、死の打ち合わせやったみたいな、ね、あ、そうだそうだって、はい、関係ない話で、でなんか気がついたらちょっとコンサルみたいになってね、その流れができてますね流れがもうできてるから2時間ぐらい喋ってるみたいなこと、あっという間にねえ、それぐらいね、なんかこう面白いっていうか面白いですね、盛りだくさんですね、盛りだくさんになってしまうってね、これあるある、まあ、チェリーユキさんあるあるですよ、あれある、ありがとうございます、いやいやもうね多岐にわたり、もうデザインの話から、ね、コンサルのこう自分をねこう打ち出していくって、やっぱ自分は自分のことをプロデュースできるのね、難しいですもんね、難しいですね、分からへんからね、自分のことはやっぱ分からへんから、ね、まあ、さっき言ったあれじゃなくて、誰からそのアドバイスと聞いたら受け入れることができるかっていうね、なんかやっぱりこうデザインをやってるとね、デザインを重視してしまって、うん、自分のものを作る、ね、もう自分の名刺とかでもそうなんですけど、うんうん、まあ、写真をもし載せるとであれば絶対自分では選ばない写真はいつも多田さんはこう言ってくださるんで、確かにね、やっぱり人が選ぶのと自分が自分のやつを選ぶのって、ね、全然違いますよ、全然違うし、まあ僕もそら撮影とかね、うん、スチール撮影とかするからいっぱいで、それもほんまにまさにそうなんですけど、その人が選ぶ写真と僕が選ぶ写真はもう絶対違うんで、でどっちの方が、そう、その人が選ぶ写真ってのはやっぱりね 99% 感情が入ってる写真を選ぶから、恥ずかしいとか、やっぱりその特に女性とかやったらやっぱ綺麗に見られたいっていう、すごいものすごいその感情がめっちゃ出るから、めっちゃありますよ、だからまあ、まあ、そのジェリーさん今言った恥ずかしいとかまず出てくるんですよね、まず大体自信がない人が多いから、やっぱりその顔が周りの人見ても分かんないですけど、ね、本人は本人なりになんかコンプレックスあったりとか、うん、いやこっちから見られたら嫌とか、 あります、あります、周りの人は、ね、別にそんな見ても何の気にもならないんですけども本人はめちゃくちゃ気にしてるから、だから例えば顔があんま写ってない横からの写真とか、あ、分かります、横顔の写真これですとか、ね、いやどっちの方が効果が出るかっていうね、そこので僕はほら選ぶじゃないですか、やっぱりその見た人がやっぱ信頼性がある、どっちの方がね、うん、写真がこう見た時にこの人にお願いしようとか信頼性が高まる写真をってこう客観的にこう選ぶわけなんですけど、うん、はい、そのあたりはやっぱりこう主観で選ぶのと客観で選ぶのでやっぱり絶対違うんで、うん、確かに違う、でもやっぱりその決裁権はお客さんにあるじゃないですか、はい、うん、でこの僕がこの写真がいいですよって言った私も選ぶのはやっぱりお客さんなんで、うん、まあ、その時にですね、やっぱりその自分の主観を通すのか、うん、まあ、チェリーキさんみたいに多田さんが言うならこっちでしょって選ぶのかっていうのは全然違いますよね、全然違います、うんうんうん、今ほらもうチェリキさんとかもね、その長いし、はい、でやっぱりそのそ、ねね、僕の写真に対して結構その、ね、はい、信じてもらってるから、はい、まあ、多田さんがそれ言うならでもスッとこう、ね、あ、言うな、今はそう、本当そうです、ね、なるからやっぱりそれはめちゃくちゃ結果出やすいじゃないですか、そういうのってね、それまで分からなかった、もうとにかく顔は横からで斜めでちょっとデザイナーっぽくって、うん、もうね、そう、チェリーキさんの覚えてるわ最初に見た時の写真って横顔ばっかり、ね、横顔です、まあ、横顔の、まあ、ばっかりっていうかそれをずっと使ってたから、そうです、 でまたそのチェリーキさんって横顔と、はい、その正面で向いた顔の印象がこう全く違うっていうかね、あ、そうなんです、自分でも思います、違います、いや僕もびっくりしました、その横顔だけ横顔だけ見ててパッとこうね、はい、あ、全然一生違うやんっていうか、あ、なるほど、こっちの方がええやんとは思うんですよ、その普通に、ま、うん、真正面の方が全然こう印象いいのにと思うけど、本人はやっぱり横顔でみたいなね、その時あったから多分恥ずかしいとかあったんでしょうね、多分ね、そうですよ、その頃のチェリーさんはね、
恥ずかしいし、なんか横の方がデザイナーっぽいって思ったんですよ。確かにね、あのチェリーキさんの場合は、うん、真正面から見ると、まあ、もちろんね、うん、あの綺麗で可愛いっていう印象なんですけど、うん、横側はやっぱりこう尖った印象、クールな印象。そんなそれ言われます。うん、クールな印象で全然確か、まあそれはもちろんそのデザイナーとしては全然ありやねんけど、はい、キャラクターではないなって。あ、なるほど。キャラクターど、いや、あ、そっか、の方が目立った方がいいかってなると、やっぱりそのキャラ、その人の個性が出た方が、まあブランディングもそうですけど、個性を生かすのがブランディングなんで。そっか。だから多分当時のチェリーさんは、はい、自分にないものを、そうです。憧れてる、そのなんか理想像があるじゃないですか。デザイナーたるもの。あ、まあ、そんな感じですね。かっこよくて、かっこよくね、仕事ができて、クールで済ませてるみたいな、あるじゃないですか、やっぱりデザイナーって、ね。あります。だからそっちを、自分にないキャラクターを追おうとしてる、やっぱり。あ、だからそれを出そうと思うんですよね。これもしかしたら、そっちを出そう。人ってそうなのかもしれないですよね。人ってそうですね。ないものねだりっていう傾向がめちゃくちゃ強いんで。そう見せたい。そう見せたいっていう、だからそれが主観ですよね、さっき言ったね。あ、そっか。それが主観で、それがいいと思ってるんですよ、その人は。それがいいっていうふうに信じてるんですね。なるほど。まあ、そうなりたいっていう憧れから。なりたいからね。で、そうなりたいっていう、まあ、もちろんそんな理想像はええんやけど。だけど、はい、結局のところ、ブランディングとかプロモーションの観点からすると、当然ながらその人の個性が生きた方がいいじゃないですか。あ、そうですね。誰ものでも、誰のものでもない、その人がの個性が出た方が結局その唯一無二、ね、さっきのナレーションじゃないけど、いや、はい、ケレギさんのナレーションは噛むからいいんですよっていうね。ね、ありがたい。噛むからいいんじゃないですかって、そこの唯一無二の、はい、そこに個性があるのに、ちょっとしたチェリーさん、いや、スラスラ読みたい私がいい。そうです。要はもう、ね、他別にその誰でもいいっていうか、まあ、そこら辺にあるような、そういうのを選んじゃうんです。なるほど。まさにそうです。そうだと考えると、まあ、そっちに行く人の方が多いんで、逆を行くんですね、みんな。自分の個性で本当はこっちを出した方がいいのに、大概みんな自分にないものを持ってる、まあ、なんならもうどこにでもあるようなものを目指そうとするんで、逆行くんですね、みんな。だから結局、個性も出えへんし、なんなら誰でもいい、そこら辺にあるようなもので勝負しようとするから、結局そこら辺にあるんやから取って変わりますよね。だから結果が出ないっていうね。だからやっぱりそのチェリーキさんこっちの方がいいですよっていうね、この写真がいいですよとか、言ってもらわないと、このキャラを伸ばした方がいいですよって多分言われた時、最初は 今だったらね、別に僕が言うことはその、はい、分かりましたってなるけど、今、はい、そうですね、一番最初で、そうなんですかみたいな、それそうなんで、そっちなんですかってあったと思ったんですね。あ、むちゃ、そうですね、ありました、でも自分がなんか変わりたいっていうか、でももう自分でやってきて変わりたいと思ってるのに、自分ではもうできないっていうか、限界というか、そうですよね、どうなるんだろう、一回ね、こうやってお願いしたらどうなるんだろうって。そうね、やっぱりそのあたりはやっぱり本当に変わりたいってめっちゃ思うとか、もう背に腹は変えられないぐらいのなんか感じになるとか、だったらキュッて変わるんですけどね。それですわ、もう変わりたいと思ってる時にこそ、もうあのコンサルを受けたので、そのタイミングがありますよね、人によってね。ありますね。あ、ゆりなさんも来られました。はい、お、みんな揃いました。あ、でもいや、なんかさっきから来てたんですけど、聞こえ、なんかもしエラー鳴ってました？さっきから来て、あ、どれぐらい前から？え、5分前から。そうなん？あの、あれや、あのアイコンが表示されてなかった、なんか。じゃあ清水さんも来はったですよね。あ、清水さんね、あ、清水さん来はった。来ました。
あ、行けましたよ、聞こえました。エミさん、こんにちは。こんにちは、よかった。こんにちは。なんか話し方が全然わかんなくて、さっきからいろんなとこいじってたらおかしくなっちゃって、すいません。あ、よかったです。大丈夫です、ありがとうございます。よろしくお願いします。林さん、いつもありがとうございます。あ、いえ、今日来ていただいてありがとうございます。ちょっとなんか最初ね、ちょっとバグか何かかで、アイコンがなんか表示されてなかったみたいで、すいません。いえいえいえ、大丈夫です。はい、ちょうどよかった。しかし、ちょっと子供がですね、ちょっと胃腸炎で幼稚園休むことになってて、そうなんですね。もっと前から参加できたんですけど、まだ寝てまして、すみません。ああ、それはね、朝ですから。あら、まあ、うるさいかもしれない、すみません。いやいや、もう大丈夫です。そのあたりはお気に入らずにね、いろいろやってますんで。今回ね、ゆりさんのね、はい、お知り合いということで、はい、清水さんはね、いただいてありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。ね、デザイナーをやっておられるということで。いえいえ、まだまだ駆け出しでして、あ、そうなんですね。はい、仕事という仕事もしてない状態なんですけども。あ、そうなんですね。今プロフィールに行ったらね、はい、やっぱり何も書かれてないという。やっぱりやり始めなね、クラッパーついてるからね。あるあるね。これからですね。はい、これからですね。はい、はい、あります。まだちょっとモニターとか無料でちょっと知り合いの方から、ちょっと受けてちょっと制作しているような段階でして、はい、はい、はい、清水さんはそのデザイナー歴はどれくらいあるんですか？はい、デザイナー歴は、ですね、もう半年というか、1兆円でいちゃう、半年も経ってないかな、去年の12月にスクールに入りまして、で1ヶ月のスクールだったんで、そこで卒業、ママ専用のなんかファームっていうとこなんですけど、なんかそこを卒業して、で本当そこでは基本の木しか教わってなかったん で、あとは応用講座をなんか自分で動画録画見て学んでくださいっていう感じだった。はいはい、それはイラストレーターとかフォトショップを、そうですね、ウェブデザイナーの、あ、ウェブデザイナー、はい、そうです、ウェブデザイナーなんですけども、へ、はい、でそれで一応その応用講座の中にはそのウェブデザイナーの中級の動画とか、あとは、そうですね、なんか動画コースとかもちょっと一応視聴できたりはするので、はいはい、はい、動画でね、最近ね、はい、便利ですもんね、はい、私はそのウェブデザイナーのものだけちょっと応用講座見て、で、まあ、なんだ、一番最後まで一応やったんですけども、あ、はいはい、見たところでなんか仕事にすぐつなげられるかって言ったらちょっと、まあ確かにね、まあ基本的には教科書みたいなもんですからね、実践とはちょっとね、違うっていう、ね、実践しかないと思っていて、一応スクールからここならに、なんていうんですかね、お仕事5件まで依頼を受けることができて。あ、そうなんですか、すごいな。その実績作りのために、それでコーディング1件と、でこの間先週かな、バナーの制作を1件受けて、はい、今日はちょっと私、実家が母が幼稚園やってるもんで、そこのホームページにちょっとワードプレスの本当になんかテーマに沿って、なんか何の工夫もないやつなんですけど、それをやってっていう感じで、であと今度ちょっとお友達のその友達がちょっと何だろう、別にもうプロとかじゃないんですけど、歌手やってる子がいて、アルバム出すからそのやつ作っていいとか言われて、はい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 、でもやっぱりね、最初はやっぱりそうなりますよ、身内のやつとか友達のやつから作って、まあ、自分も練習するみたいなね、まだ感じですよね。私もそうでした。でも、その方が気軽にねできて、そこから私も最初ずっとそれで、お友達ので、はい、でなんかこう聞きながらどん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 、まあ、口コミでなんかやってるんやってみたいなんで広がっていって、ちょっとずつねお仕事に本当になっていきました。あ、そうです。そうですよね。そのあたりですよね、まずはね。そうですね。ちょっとお仕事につながるっていう、そこがちょっと不安です。なんか本当につながっていくのかなって、最初ですね。なるほど、わかります。でまあ、手っ取り早くそのここならでね、なんか出品すると、いいよって、スクールの時の先生にちょっと連絡取ったら、そうやってアドバイスもらったん で、ちょっと今準備をしているようなところなんですが、私のその何だろう悩みというのは、はい、本当に、はい、
当に大好きなんですね、このお仕事っていうか。おお。デザインも大好きだし、なんかあの、コーディングも大好きだし、それの見学で、なんか、あの、SEO の勉強とかもちょっと有料の講座を受けたりして、おー、すごい。で、あと、ちょっとあの、林さんと一緒に、あの、ここで、で、林さんと出会ったところ、Facebook のコミュニティがあるんですけど、その方が、なんかその、アクセス解析士、上級アクセス解析士の資格かなんかお持ちなんですけど、うん、なんかそれで言ったら清水さんそれ向いてるよって言われたから、それもちょっと勉強したいなって思って、すごい、じゃ言ってるんで、すごいですね、あのそれが悩みというか、でまずはそのしっかりコーディングをね、なんかできるようになった方がいいよって言われて、で最近なんか鬼のように毎日コーディングしてるんです。すごい。それでなんか、まあ、本当に楽しいんですよね。なんか他でなんだろう、他でちょっと子供育児とかでやっぱりちょっとストレス溜まったりとかなんですけど、そうやってる時間本当楽しくて、なんかすごい、うわー素敵ですね。チェリキさんもね、同じママさんなんでね、子育てしながらお仕事やってるっていうね、素晴らしいですね。いやでもできますよね、なんか楽しいことがあるとね、子育てちょっとの合間でもね、それをやってると自分が救われるじゃないですけど、そうなんですよ、忘れれて、ね、忘れれて、はい、うん、まさにそうです。私もだから絶対両立したいっていうか、どっちもやりたいっていうの、はいはいはい、もう子育て一本だったら私絶対もうノイローゼになるなと思ってたんで、チェリーさんやっぱりそのあたりね、上手っていうか、ちゃんとね一人の時間とかも使い分けて、今はもう一人であのなんか旅行行けるぐらいな。なりますよ。いやいやいや、でもね、なんかお母さんがご機嫌な方がね一番いいですし、こう仕事をやってね、育児もやってっていうのが、何歳ぐらいなんですかお子さんは。私、あ、子供、はい、実は男の子4人おって。4人の4人おるんです。すごい。何歳の上が中2中1で年子なんですけど、で次が小5で、末っ子が幼稚園入ったばっかりなんですけど。すごい。男の子。それはパワフルです。私も中3の娘と小学校2年生の男の子がいます。2人なんですけど、でも4人の男の子と聞くとすごい。もう確かに、いやそれでコーディングをしてまたすごいパワフルですね。ねえ、それはなんかこうやりたいことをいつか見つけはったんですか。なんかどうやって、ですね、私ずっとこんなの好きだったんです。でなんかいつもどっかでなんか、なんかチラシ作ったりとか、あ、なんかこんなんいつも頼まれるし、自分もこんな好きだしやってて、なるほど、やっぱプロの人らってこれ何で作ってんやろみたいな、ずっとそっからこれワードとかペイントとか知らなかったんで、これ何で作ってんやろみたいな、思ってたんですけど、でそれでウェブデザイナーっていうのを存在知ったのが 2年くらい前かな、2年くらい前に。そうなんですね。そういう仕事があるって知って、へーと思ったんだけど、私そんなん絶対無理やわって思ってて、そしたらそのママ専用のスクールがあるっていうのを、それで去年知って、でそのそれまではデジハリとかしか知らなかったんですけど、なんか、なんか半年で100万とか聞いたからは無理だなと思ってたんですけど、それだと1ヶ月でもう15、6万って聞いたんで、あ、これだったらいけるかなと思って、あとはもう勝手に自分で勉強すればいいんかなとか、なんかちょっと軽い考えで、それまではお仕事っていうのはされてたんですか。私は、大学卒業して、そうそう、はい、ちょっと紆余曲折してちょっと、数学の大学、数学科を出たんです、はい、そのあと一体カウンセラーになりたくって、浪人してて心理学の大学院行ったんですね。でもやっぱり私ちょっと子供がと直接関わりたいと思って、そこで一体数学の教員になったんです、ね、数学校なんですけど、で3年くらいやって、はい、一応ことぶ退社じゃないけど、あの結婚するので、ちょっと体調も崩しちゃって、はい、そうなんです。なんか本当になんか入院とかするぐらい、なんかずっと、うんうん、行ったって林さんのなんかプロフィールもしてもらった時に、なんかすごいわかるって思ったんです。ありがとう。そうだったんですね。うん、それでなんかその後でもなんかいろいろ病院行ったりとかして、うん、なんか元気になって、元気になったらもうすぐ
長男を妊娠して、あでそしたらもうあれよあれよとなんか3人生まれてきてしまって、あれよ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 、すごいすごい。やっぱ3人が3年半で3人産んだんで、すごい大変。すごい、いやもうそれは大変ですわ。育て大変です。で落ち着いた頃に仕事っていうのがちょっとすぐっていうのがちょっとイメージ結びつかなかったんで、もう次々病気したりするんで、うん、ちょっとでもなんか経験積みたいと思って、そっから PTA 会長をずっとやってるんですけど、あボランティアだけどちょっと責任あることしたいなと思って、なるほどなるほど、そこでやっぱちょっとハマってしまって、ずっと今も中学校でやってるんですけど、幼少中ってなんか続き、おーすごいPTR ってすごいですね。それでなんかあの、まあまあ、PTA なんでなんか本当の仕事じゃないんですけど、なんかいろいろ人と関わったりと か、うん、なんかこうグループでなんか進めたりとかね、なんかそういうなんかなんだろう、まあ、力がついたって言ったらおこがましいんですけども、うんうんうん、まあ、ちょっと働くっていう感覚がちょっとなんか戻ってきたというか、うん、なのでなんかちょっとあの末っ子も幼稚園入るし、うん、ちょっと上の子もね受験とかですごいお金かかってくるので、うんうん、分かります、なんかあの稼ぎたいなって思って教員でも復帰しようかなと思ったんですけど、やっぱ外にちょっと出るっていうのが辛い状況になっちゃって、まあそりゃそうですね、子育てのね背中押しっていうね、家にいながらできるのが理想ですよね、うん、うんうんうん、上の子がちょっともう不登校が3年目なんですけど、うん、ちょっと学校行ってなくて、それでちょっと家で勉強を見てあげたりとかして、そっかお母さんが、はい、うん、そうなんです。あとはなんか主人の家が近所なんですけど、うん、ちょっともう入退院とかね繰り返されちゃって、ちょっとなんか美容院送ってとかいろいろ言われちゃうんで、うん、まあ、そういうのにも対応してあげたいしなと思って、うん、そういうの考えたらやっぱり在宅で結構稼げる仕事がいいなって思って、うん、でまあ、ちょっと初期投資とかね、なんか勉強必要だけど、やっぱ好きなことだったら全然、うん、苦にならないし、私勉強はすごい好きなので、うん、あ、素晴らしい、いいかなと思ったんですね、っていう、結構軽くねすぐなれんのかなって思って、なんか足を踏み入れてしまったんですけど、結構こんなに長く悶々とすると思ってなかったっていう。なるほど、はい、そうな、はい、まあ長くって言ってもまだ半年ぐらいでしょ、はい、多分、うん、半年なんですけどね、なんかちょっと焦りがすごい。確かになんかその、うんうんうん、なんか主人とかになんかお金出すだけ出してもらって、それでまたちょっと他もねなんか有料の講座を受けたいって言ったら出してくれるんですけど、なんか今のところどんどん毎日、あ、ちょっと申し訳ないかな、あ、そっか、そうなんです、ね、申し訳ないんで、そう、すごい協力してくれるんです、うん、成功ね、なんか素晴らしいですね、協力してもらえたらいいですね、はい、なんです、なんかそのためにもなんか早く結果を出してね、なんかちょっとありがとうってなんか言いたいなっていうのがあって、うん、あ、まあ、焦ったらあかんと思うんですけどね、なんかちょっと、うんうん、そっか、はい、そっか、でもね焦ってしまいますよね、はい、そう思ったらね、はい、いやでもね、こうやってやっぱりコーディングもデザインも好きっていう形ですか？あ、そうですね、はい、コーディングもデザインも好きなんですけど、なんかでもいろいろ絞った方がいいよって言われるんですけど、うん、でもとりあえず、うん、今のところ絞りたくないんですよね、うんうん、いいですよ ね、 やりね、うん、そっか、そんだけ楽しいって、忙しくても楽しいと思えることってなかなか、はい、ね、そんな、ないです、ないです、ね、ないですもんね、うん、いや、なんかよかったら、うん、これデザイナーズトークなんで、清水さんせっかくだったら、はいはい、多田さんとチェリユキさん、はいはい、もう本当にプロとして長年活躍されてらっしゃるデザイナーの方たちなんで、はいはい、なんかこの際に、はい、なんかこれ聞きたいとか、もしこれ、はい、なんかどういう風にしていったらいいのかなとか、うんうんうん、なんか質問とかあったら、はい、もしよかったら、はい、ありがとうございます、はい、デザインのデザイン力っていうか、もう上げるにはなんかいろいろ引き出し増やすのがいいよってなんか聞いて、うん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 、まあいろんななんだろう、なんかピンタレストとかよく見るんですけど、なんか素敵なの、うん、なんかこうなんだろう、こうバナナの作成のコツとか、なんかこうカラーパレットとかいろいろ載って出てくるんでよく見てるんですけど、うん、なんかまあそういう、まあ、見る以外にまあ作るのも必要かなと思って、うん、自分でインスタをできるだけ毎日投稿してるんですけど、まあ、でそれで
作ったね、あのなんかあの練習したサイトをちょっと上げたりとかしてんですけど、いや見たいです。大体じゃなくてお恥ずかしいんですけど、それでそういうのを作るときにちょっと一応なんか考えて、うん、やあの、まあ、配置とかもなんだろう、そのお題が出てるのでその通りなんですけど、色とか、うん、そのなんだろう、その写真の選び方とかなんかそんなのはいろいろ考えてやってるんですけど、うん、やっぱりなんかまだまだ全然引き出しが少ないなと思って、なんかいろいろ調べてやってもなんかあ違うなって思ったりみたいな感じで、うん、その辺のなんだろう、スキルアップの仕方というか、うんうん、なんかこうトンマナとかなんかそういう余白の取り方とか、なんかその四原則みたいなことはなんか分かってきたっていうかできないんですけど、うんうん、なんかこういうことかなっていうのは分かってきたんですけど、そのなんかその情報の整理の仕方っていうのはね、情報整理してそれをによってこう配置を決めて、うん、そのデザインの構成を決めるみたいな、うんうんうん、そこがどうやったら磨けるんだろうっていうか、それも練習あるのになのかなと思ったり、うん、まあ、その辺がちょっと、ね、どうやったら上達するのかお聞きしたいなって思います、うんうん、はい。私は見